木はどんな色にしよう。さっきのは先用だったから明るい感じの色と香りにしたけど、今度のは志保だからもっと落ち着いた雰囲気のものがいいかな。ほなみはどうだろう。そばにいるし本人に好みを聞いてもいいけど、でもせっかくだから何も聞かずに渡したいな。その方がサプライズになって喜んでくれる気がするし。あ、そうだ、お花を使ったアレンジもできるから慣れてきたらやってみましょうか。そういえばドライフラワーも買ったんだったね。はい、ボタニカルキャンドルって言うんですけど、これもそんなに難しくはないから安心してくださいね。まずさっきみたいにアロマキャンドルを完成させたら、それを一回り大きな型に入れるんです。そうしたらキャンドルと型の間に隙間ができるから、そこに好きなお花を少しずつ入れて、また上からろうを流し込んで、それでおしまいです。あとは固まるまで待つだけ。お店で見たあの綺麗なキャンドル、そうやって作ってたんだ。こうやって説明を聞くとなんだかできそうな気がしてくるね。普通のアロマキャンドルより難しいかもしれないけど、私も作ってみたいな。あ、作るならサキやシホ、ホナミ、それにミクたちみんなをイメージした花を入れてみたら面白いかも。サキだったらミモザとか、シホはスターチスとかどうだろう。静かで優しい雰囲気が似ているし、ホナミやミクたちはどんな花が似合うかな。星野さん、なんだか楽しそうだね。え、そうですか。うん、嬉しそうな顔してたよ。何考えてたの？あ、その、みんなのことを考えてたんです。どんな色にしようかとか、どんな花が似合うかなとか。ああ、その気持ちちょっとわかるな。私もみんなにはどんな色や香りがいいかなって考えてた。それ私も。売り物みたいにはできないかもしれないけど、せっかくだから喜んでもらえるものにしたいよね。二人もそうだったんだ。もしかしてプレゼントを作るときはみんなこんな気持ちになるのかな。そうかもしれないね。ほなみも練習の時とかによく差し入れを作ってきてくれるけど、それを作ってる時もきっと私たちのことをたくさん考えてくれてたんだよね。ねえほなみ、私やっぱり今日手作りに挑戦してみてよかったな。え？だっておかげでこうやって相手を思いながら作業するって時間がすごく幸せで大事だなって感じることができたし、今までもらった手作りのものがこんな風に気持ちを込めて作られたものだっていうことが実感できたから、だからありがとうほなみ。今日作り方を教えてくれたこともだけど、今まで手作りのプレゼントをしてくれたことも。いちかちゃん、その、今までももちろん感謝はしてたよ。ただ、こうして自分も手作りしてみたら、もっとほなみの気持ちが理解できるようになったっていうか、想像するだけじゃなくて、自分でやってみてわかることっていうのもあるんだね。そうかもしれないね。
あ、もうロウが固まってる。確か、一番最後に作ったのがこれだから。じゃあ、これで全部完成だね。みんなお疲れ様。最後の方はもう一人で全部作れるようになってて、本当にすごいよ。ううん、全部望月さんが丁寧に教えてくれたからだよ。本当にありがとう。お、どういたしまして。うん、草薙さん、どうかした？え？あ、その、別に大したことじゃないんだけど。ただ、ここにいるみんなの分、作ってなかったなって。あ、そっか。私も草薙さんたちの分は作ってない。私も。でもせっかくこうして一緒に作ったんだし、私も望月さんたちにアロマキャンドルを送りたいな。それならここにいるみんなで最後にもう一つずつ作りませんか？一つずつ？はい。さすがに今から全員分作るのは大変でしょうから、代わりにみんなでキャンドルを一つずつ作って、それを回してお互いプレゼントを送り合うのはどうでしょう？あ、うん、いいアイディアだと思う。私はやりたいな。草薙さんと奏さんはどうかな？それじゃああと少しだけアロマキャンドル作り続けよっか。そろそろ全員分固まってきたかな。うん、軽く触ってみたけど大丈夫みたいだよ。それじゃあ型から取り出して。うん、綺麗にできてるね。でもこれどうやって渡そう。やっぱりラッピングした方がいいのかな。このメンバーの分の袋は買ってないし、そのまま渡すとか。何の放送もしてないのってちょっと違和感あるけど、でもそれしかないかな。でも私はこういうのもいいと思うよ。作ったものをその場ですぐに渡されるなんてことそうないし。そうだね。それじゃあ私が星野さんへ、星野さんが宵咲さんへで、私が望月さん、望月さんが草薙さんだね。はい。じゃあちょっと早いけど、ハッピーバレンタイン。はい、星野さん、ありがとう。なんだかもういい香りがするね。早く火つけてみたいな。望月さん、ハッピーバレンタイン。掃除も料理もいつも本当にありがとう。望月さんのおかげでなんとか生活できてるよ。ありがとうございます。私も宵咲さんのお家で働けて嬉しいですよ。なんだかこうやってプレゼントを送り合うの胸が温かくなるね。そうだね。もったいないけど早く使ってみたいな。お、じゃあ火つけてみる？え、そんないきなりでしょうか。もらってすぐに使っても全然いいと思うよ。そっか。じゃあ草薙さんからもらったキャンドル使
使ってみてもいい？あ、うん。ちょっと緊張するけど。じゃあ火つけようか。あ、そうだ。暗い方が火も綺麗に見えると思うし、電気消しておこっか。ありがとう。それじゃあ、行くよ。の中にぼんやり炎が揺れてて綺麗だね。うん、ろうそくの火を見てリラックスするっていうのもわかるかも。この香りもすごく落ち着くね。はい、この柔らかい香りはラベンダーかな。草薙さんはどう思ってこの香りを入れてくれたのかな。わからないけど、でも、いい香りだな。暗いとこで見ると、なんだかとっても幻想的だね。そうだね。私、ろうそくの火がこんなに綺麗だなんて知らなかったな。私も、なんだかちょっと感動しちゃった。自分で作ったキャンドルだったからかな。うん、ありがとう草薙さん。こんなに綺麗なアロマキャンドルを作ってくれて、なんていうか、アロマキャンドルから草薙さんの優しい思いみたいなのが伝わってきた気がしたんだ。そっか、ちょっと恥ずかしいけど、でも、そんな風に感じてくれたなら、よかった。私、本当は今日、ちょっとだけ緊張してたんだ。え、そうだったの？あ、はい。望月さんとちゃんと話すのは久しぶりだし、宵崎さんのことは全然知らなかったし、だから二人とちゃんと話せるか少しだけ不安もあって。でも二人ともすごく優しいし、気づいたらそんな緊張なんてなくなってて、今日は本当にありがとうございました。ここに来てよかったって思えるの、きっとみんなのおかげです。私も今日草薙さんと会えてよかったと思う。うん、またいつか一緒に何か作ったりしたいね。じゃあ最後はみんなでろうそくの火を消そうか。みんなで？はい、一緒に息を吹きかけるんです。え、なんで？あ、でもちょっと誕生日会みたいで面白いかも。そうだね。それじゃあやってみよっか。うん、いくよ、せーの。